はい、どうも、熊さんです。今日のニュースはこれなんとですね、アメリカとイギリスが素敵なお話し合いをしているみたいですよ。アメリカとイギリスがですね、あの、中国の一帯一路あるでしょ一帯一路。あの、この一帯一路に対抗してですね、民主主義国家で連携を組んでですね、この一帯一路を叩き潰しませんかと。いや、もう、最高。もうこれが、ね、僕最高の提案だと思いました。これをですね、なんと、バイデンが提案したみたいですね。バイデンどうしたんだバイデンこれで、ね、ま、まあ、まあ、バイデンの案ではないと思うんだよ。あの、おいさんの先日の動画 見見ていたただければわかる通りあのバイデンの,です、ね、あの単独記者会見あったでしょうもう、ボボロボロでしたねもう自分の頭では何も考えることができなくなっているのでしょうか、もうひたすら原稿を読む,読み読むのみというです、ね、しかもスローモーションで読むのみというです、ね、なんかもう、昔、私、メカバイデンとかいう動画を作りましたけれども、うん、本当にね、もうロボットみたいになってきてるんでね、ただ、バイデンはです、ね、もうだめだと思うんだけども、バイデン以外の,あのアメリカ議会とかですね、バイデン政権の重鎮のたちがですね、やっぱり中国に対して、 危機感をちゃんと持ってくれているっていうことなのかな。その点に関してのみはちょっと熊さん安心しました。というわけでですね、これね、バイデンがですね、一応、一応バイデンが言ったことになってますけれども、はい、あの、中国の一帯一路に対抗して、ね、えー、我々で民主主義国家で連携系構想を取りませんかという素晴らしい提案をしてくれてます。これ重要だなと思っていて、あの、中国のね、この一帯一路、これは後でこの記事読むけれども、一帯一路って何かっていうと、簡単に言うとですね、アフリカとかですね、先進諸国にですね、多分ね、返済不可能だろうというくらいの巨額のお金を貸してですね、で、返済不能に 陥ったですね。その国に対してはい。あ、もう借金返せないんだね。とうん、借金返せないんだったら、オタクのインフラをもらいます。という形で、これ形を変えた侵略なんだよね。<laughs> 本当にあの形を変えた合法的な侵略、これが一帯一路でございます。これがだんだん暴かれてきてますよね、うん。で、これを叩き潰すぞということで、アメリカとイギリスが今立ち上がろうとしているという形なんだよね。いやー、これはね本当にね。素晴らしいうんだって。今さあの中国がさこないもこれもねニュースになっていたけれども、中国が台湾のね。あの防空識別圏にですね戦闘機20機。 爆撃なんかを20機です飛ばしてきたっていうですね、これ過去最大みたいですね、過去最大みたいですね。もう、あの、中国っていうのは、もう台湾をもう革新的利益、も尖閣もに関してもそんなこと言ってるんだけど、もう戦革、新的利益だって言って、何があっても台湾は侵略するってはっきり宣言してるんですよ。 ね。こんな状況なのよ。だから日本にもそれなりの覚悟が必要で、これ安倍さんが言ってくれましたね。これね、安倍さんがね、これ昨日言ってくれた、あ、これ安倍さんね、安倍さんのことに一言言っていいこれ、俺ツイッターで前取り上げておいたんだけど、これ安倍さんがですね、アメリカの有力財団からですね、なんとですね、世界の政治家、世界の政治家として選出をされました。これすごいことだからね、あの、もう、あの、せ毎年ですね、この財団っていうのは、世界で指折りの政治家はこの人たちだっていうのをこう出してるわけですよ。で、そこにですね、なんと安倍さんが選ばれてしまうという、やっぱりすごい人だったんだね、安倍さんね。俺も シンプルにね、なんかね、もう嬉しくてしょうがないわ、もう、日本のマスコミとかね、もっと大きく取り上げろよ、本当に。これね、もう特集組んで取り上げて、国民栄誉賞を与えるところまで行ってもいいんじゃないのかしらとか思うんだけど、どうなんでしょう、ごめん、まあ、そのね、素敵な安倍さんがね、言ってくれたわけですよ。あの、インド太平洋地域、要するにね、が、あの、フロントラインになってきているので、えー、この認識、その認識と覚悟を持って、外交安全保障に取り組む必要がありますよということを言ってくれました。要するに、これ何かっていうと、日本はもう最前線なんです。対中包囲網において、日本というのはもう最前線に立っているんです。 そういうことなんです。で、今までね、この国際紛争ってさ、なんか日本人からするとさ、遠い、遠い世界の出来事的な感覚ってあったじゃないですか。まあなんか世界でいろいろね、ミャンマーも揉めてましたしね、あの湾岸戦争の頃からいろいろ揉めてはいるけれども、ただ日本はとりあえず平和だよね、と。みんな楽しく生活してるよね、という感じで、まあまあ、正直ね、あの、政治に興味がない人だったら、この話すら知らない。今の状況すら分かってない。そんな状況だとは思うんですよ。しかし今、日本完全に最前線ですからね。 万々が一、台湾が抜かれてもしたら、次、日本ですからね、沖縄に来るわけですからね、でそもそも尖閣はもう、なんかもうね、あの侵略されてしまいそうな状況になってますし、まあ、海保がボロボロの船で頑張ってくれてますけどね。 本当にもう、ね、最新鋭の船を繰り出してくる中国に対して、ですね、もうチクチクというか、もう作られてからですね、何十年、クマさんの燃料よりも上じゃないかみたいな船に乗ってですね、ボロボロの船に乗って、なんとか頑張ってくれてるんそんな状況なんだよね、本当にもう、頭が下がるわ、もう、もう本当、足向けで寝られるわ、海保の方々に。そんな状況であるということを、ですね、まずは認識していこうと、認識をしていきませんか、皆さんと。 うん、いや、ほんとそうなんですよ。なんかアメリカが守ってくれてるとか思うけど思ってる人多いと思うけれど、これ違うからね。もしね、台湾が抜かれて、沖縄とかですね、尖閣にね、尖閣はもう台湾抜かれたら尖閣はや,やばいことになってると思うけど、沖縄とかね、あの、えー、北海道とかにですね、あの、中国共産党がわーっと押し寄せてきたとき、ね、ね、これね。 であの <coughs> そうなってしまった場合、もうそのタイミングで,です、ね、うわ危ない危ないって騒いでも、ですねもう手遅れなんだよね、もうそうなったら日本大パニックでしょ、だからあの中国が本格的に武力でですね侵攻してくる可能性っていうのをリアルなものとして捉えて、じゃあ、核を持つべきなんじゃないでしょうか、えそもそも憲法9条をです、ね、さっさと改正をしてえ、自衛隊がこちらから攻撃できるような体制をつく整,整えておくべきではないでしょうかという議論を、ですねもう今から始めても遅いくらいなんだけれども、それをです、ね、あの政治に興味を持っ がない国民にまでね、そういう状況になってるんだっていうのを認識させることって、すごく大事だと思うんだよね、これめっちゃ大事だと思うよ、本当に、今の状況でね、万が一のことがあったら、日本、ただただパニックになるだけだからね、きっとね、うんで、そういうことをね、安倍さん言ってくれてるんですよ、で安倍さんだけじゃなくてね、このね、あとでこれ、僕もこれ、時間あったら読もうと思うんだけど、このね、今回のですね、あのヤフコメ、すごく優秀だったなと思います、本当に素敵あのね、具体的に今の状況がどんな感じで、こういう方法はどうでしょうかという提案までしてくれてくれてるんで、これまた時間あったら読みたいなと思ってます。でこういういね危機感を持たなきゃいけない 状況にも関わるですねあのら <coughs> 経済的な面では中国に日本で抑えられてるじゃないですか。でね、何が起こったか言いましょうか、これこれも、ね、ツイッターで出したんだけど、アシックスさん、アシックスさん。 俺ね、この記事読んでね、あれ、アシックスって中国の会社だったっけで、勘違いそうになったんだけれども、アシックスがね、今回ね、最低の対応を取りました。うん。アシックスね、あのー、えっ、ー、と、兵庫県に本社があるのかなでね、このアシックスのですね、中国支社、中国法人がですね、もう最低のね、声明を出してしまいました。もう簡単に言うと、中国共産党を全面的に支持すると。はい。ウイグル自治区で作られた綿花を使いますっていうですね。で、しかもですね、この台湾が、台湾はですね、中国のものであるっていう、このね、中国共産党のこの、この、ご意見もですね、 これもですね、私たち支持しますと言ったんですよ。もう最悪。最悪です。これ一つの中国原則を堅持し、中国の領土と主権を断固として守り、中国に対する一切の中小やデモに反対すると表明したと。これですね、もしかして尖閣諸島もどうぞ中国共産党の皆さん持ってってくださいって言ってるようなもんだからね、アシックス。これね、あのね、アシックスって今ね、中国で,でめちゃくちゃ大きい利益を上げてるんですよ。だから中国のマーケットがボむとアシックス自体がちょっと危なくなるんだよ。で、そういう状況があって、あの、 中国共産党からの圧力もあったのかもしれない。うん、でそういうね会社の、会社がね、傾く可能性があるから、今は中国におもねらなければならないっていう判断はあったのかもしれませんけれども、でもね、今、世界がこれだけ中国を抑え込もうとしているにもかかわらず、日本企業の、まあ、アシックスなんて大きいですからね、日本の代表的な企業の一個ですよ。この日本の代表的な企業はですね、私たちは中国を全面的に支持しますと言うということが、どれほど暗い影を落とすのか。 あのね、僕、僕先予言しとくけど、この、この声明が元になって、アシックスは今後、しばらく大変なことになると思います。倒産するかどうかまでは、僕、倒産まではいかないんじゃないかなと思うんだけれども、ただね、経営的にね、結構エグいことになると思うんで、アシックスさん、これ覚悟しておいた方がいいと思いますよ。このね、中国、この中国法人に許してしまってこの声明っていうのは、あなたたちの経営に、暗い暗い重い重い影を落とすと思うんで、覚悟しておいてください。僕はもうアシックスの製品買いません。 クマさん、アシックス結構ファンだったんだよ。シューズとかアシックス結構使ってたからね。でももう、申し訳ないけど、こう、こんなね、声明出したも買わねえよ、そんなの。いや、もうその、いや、ごめん、その大きな声出しは申し訳ないんだけど、もう今回の声明はあまりにもひどかった。もう、中国共産党に乗っ取られたのかなっていうくらいやばい声明だったので、ちょっとこれね、もし興味があったら皆さん、これ僕のツイッターにもね、載っけたり、もしよかったら読んでください。本当にね、 これはね、H&M のね、不買運動なんかを見て怖くなったのかもしれないけれども、とはいえ、ここまで中国におもねる必要はありましたかという、怒りが湧いてくるんだけど、もうひどすぎた。もう過去一ひどかったと思います、僕は。 ごめんちょっとこの話はまだ <coughs> こ度にしよう、うん、という <coughs> 状況でございますそんな中です、ね、アメリカと,中のとイギリスがですねこの一帯一路をたたき潰すためにですね動いてくれたという記事読んでいきましょういきますね、うん、え中国爆撃機など20機台湾の防空識別圏に侵入アメリカがイギリスに一帯一路対抗策を提案ここがすごいんだよ指揮者、はい、中国軍が、えー、強,強硬上陸の可能性もそうなんですよあの中国はです、ね、あの台湾にですねもう下手をすると年内上陸してくるんじゃないかという話にもなってます。 本当にやばいですからね。台湾が落とされてしまうと次日本に来るからね。来ないと思ってるでしょ、多くの人。多分ね、ガチで来るからね。あのー、目覚めるというよりも頑張ろうな。 本当、絶対来るだろうから、その時は本当にみんなで団結して頑張ろうな。はい。まあいいや、行きますね。中国が台湾への圧力を強めている。台湾の国防部は26日、戦闘機12機、爆撃機4機を含む中国機、中国軍機が20機、同日、台湾南西部の防空識別圏に侵入したと発表したと。アメリカと台湾が沿岸警備当局の協力強化に合意する覚書に署名したことに反発、威嚇をしたとみられる。これはね、アメリカ非常に素晴らしいことをやりましたね。 台湾をですね、一つの国として認めていないと、沿岸警備当局の協力強化に合意する覚書に署名なんかしませんからね。これはアメリカは日本よりも圧倒的に台湾を国として認めていると思います。 本当に。日本もちゃんと台湾をさ、もう、もう、もうなんか、ねもうちょっと台湾をさ、台湾と仲良くなりたいよな、日本政府頼むよはい。もうなんか、バイデンに先越されるとかムカつくんだけど、もうガチで。うん。まあいいや。で、ジョー・バイデン大統領は、同日え、中国の巨大経済圏構想、一帯一路に対抗する民主主義国家による連携構想をボリス・ジョンソン、イギリス首相に提案をした。これ素晴らしい提案です。はい。えー、台湾の ADIZ に侵入したのは、あの、防空識別圏ですね。侵入したのは、えー、まあ、まあ、いろいろ書いてある J16 戦闘機10機、これ中国ですね。J10 戦闘機2機、H6K 爆撃機が4機、Y8 対戦哨戒機2機、KJ500 早期警戒管制機1機、Y8 偵察機1機の延べ20機、20機がですね、台湾の上空に現れたという話です。で、中国は昨年9月19日、台湾の李登輝元総統はい、伝説の政治家李登輝さんですね。はい、おそらく世界で最も優秀だったんじゃないでしょうか、李登輝さん。はい。の告別式に、アメリカ政府高官が参 チャンネルに合わせて計19機をこの防空識別圏に侵入させており今回はそれを上回る最大規模となりましたはいで中国は2月海警局に外国船舶への武器使用を認める海警法を施行しました台湾や沖縄県尖閣諸島など地域の緊張が高まる中アメリカの台湾は25日沿岸警備当局の協力強化に合意する覚書に署名をしましたバイデン政権発足後米タイが文書に合意するのは初めてですバイデンまあバイデンがすごいわけじゃないなこれバイデンアメリカ機械がすごいんだろうなアメリ アメリカさん本当に素晴らしい動きだと思いますこうした中はバイデン氏は26日ジョンソン氏と米英、えー、電話首脳会談を行い対中政策を協議をしましたとでこの中で中国の一帯一路に対抗するため民主主義国家が連携して途上国の開発を支援する構想を提案しましたいやこれは本当に素晴らしい提案ですうん まあ、実際、どのくらい形になるのかっていうのはこれ、これからだから、慎重に様子を見ていかないといけないけどね。うん、で、一帯一路をめぐっては、中国が多額の借家を、えー、発展途上国に押し付け、まあ、借金、借金を押し付けてるわけですよ。発展途上国に。そして、その借金の型に重要インフラなどを奪う債務の罠が国際問題になっていると。民主主義陣営としてこれに対峙するようだと。これまで対峙しなきゃダメです。 もうあの、今中国、も実際には落ちてしまった国もありますからね。港を押さえられている国とかあるんですよ、うん。で、今回中国軍機による台湾の防空識別圏侵入をどう見るのか。軍事ジャーナリストのセラ氏は、これまでは爆撃機や戦闘機などの単独飛行が多かったが、今回は爆撃機を戦闘機が護衛する形になっており、台湾有事を想定した演習かつ同活と見ていいと。より具体的な進行に来てるってことだね。で、H6K 爆撃機は、防空識別圏外からも、台湾本島ミサイルの射程範囲に入れるの 能力を持つと、今後台湾の宝庫諸島やえ、蘭書などに中国軍が強行上陸してくる可能性もあると、まずは台湾の本体ではなくて、島に上陸してくるっていうことですね尖閣諸島を含む日本の八重山、諸島も危険にさらされるため、十分警戒が必要だと語ったというようなお話なんです。あの、台湾がもし侵略されたら、あの尖閣はもう無事では済まないです。尖閣諸島の位置関係ってあの知ってる人の方が多いとは思うんだけれども。台湾のもう麻薬なんですよ。尖閣ってめっちゃ近いんですよ。 で台湾にもしものことがあったら尖閣は同時に同じタイミングで多分中国に抑えられると思います。 やばいことになると思います。で、これに関してですね、ヤフコメ、今日なんかすごい優秀なヤフコメ多かったなと思います。えー、絶対にできません。と。この方はですね、あの、台湾に中国が進行することなんておそらくできないというふうに言っています。まあ、これも一つの考え方なんだよね。新疆ウイグル自治区や、えー、香港では赤駄の手をひねるように簡単に制圧できたのは、えー、彼らが兵器も軍隊も持っていなかったからです。まあ、その通りだと思うよ。うん。台湾には列挙とした軍隊もあれば兵器もあります。はい。えー、アメリカも背後についています。できればこう、日本も背後についていますとか言いたかったけどな。まあ の今はなえー、もしやれるとしたら、それはアメリカの国力が衰えて、台湾まで手が回らなくなった時ですとそれまでに中国包囲網を作って、中国の経済力を弱めることが大事です、いや、これね、本当おっしゃる通り、経済力を弱めることが一番大事だと思います。 そうすればですね、中国も弱くなってきますからね。え、自民解放軍の度重なる挑発で、台湾軍は疲弊し、事故も多発している。えー、中国が台湾に手を出せば、台湾関係法により、米軍が出動し、安保法制により自衛隊も出勤すると。はい。えー、北京オリンピックまでは手を出せないという説が多いが、とにかく6年以内に軍事調達がある可能性は高く、これアメリカのね、えー、総司令官も言ってましたね、同じことをね。で、日本も防衛費を上げて、装備の充実をしておくべきだと思う。これ本当にその通りだと思いますよ。いざというときにね、あの、出ていく武 武器がないとか武器が足りないとか、もうそんな笑えないからね、あのー、台湾を落とされるということは、日本が危機になるということですから、これ、全身全霊をもって台湾を守らないといけない、そんなタイミングですからね、台湾以外にも、今後は香港在住、イギリス籍住民の移住問題も絡んでくると、沖縄尖閣問題を抱える日本にとって、すべてのことが避けて通れません、日本の列島、沖縄、台湾をつなぐ列島線を自国領土にして、太平洋に進出しようとする中国との和解の道はありません。 確かにないよ、今。分かれ道なんかないぞ。あのー、もう絶対に中国に助け船なんか出すなよ、日本政府。 あの、天安門の時みたいに。頼むよ。えー、他国に防衛を耐えるのはことは大事だが、自らの手で守るという姿勢が大事だと。えー、残念ながら日本には、抑止力としての核保有が必要です。僕も同じ考え、必要だと思います。はい。えー、中国の雇用を根こそぎ奪うべきです。おこれは本当その通りだと思うわ。内乱こそ最大の攻撃。ほんともう、わもうこれも超同感。内乱こそ最大の攻撃。そうです。外国からの攻撃には団結するので逆効果です。雇用を奪えば勝手に暴れて内乱になります。中国が怖いのは内部からの攻撃。外からの攻撃は国民を盾にするだけな なので喜ばれ本当にいいよ、いいよ、これね、そう中国は内乱を起こす、僕も動画にしたけども、も中国共産党は中国国民の手で倒すべきなんです、それが将来の中国にとって一番いいことなんです。 ね、いや、もういい意見だ。はい。え、ようやくトランプ政権から中国共産党の危険性に、え、世界の注目が集まっていますね、と。スポットライトが当たっていますね、と、中国に。今までこっそりなるべく目立たないようにやってきたけれども、え、香港の一国二制度を崩壊させたことで野望が明るみに出ちゃいましたね、と。え、そうなんですよね。この本国本香港の一国二制度を崩壊させたことによってですね、ポンペオさんが吠えましたからね。あ、もうね、もう、もう、トランプポンペオラインっていうのはすごかったな。え、こいつら経済成長しても民主化する気、全くないのがバレちゃいました。はい。 隣国のミャンマーで軍部がクーデターをやったのがお誘ちですと、裏で軍部を煽ったのはおそらく中国共産党だろうと、タイミングがすべてを語っていると、それはありえると思うよ、うん、民主国家として経済的にも発展している台湾が中国の手に渡るのは何としても避けなければならないと、半導体製造でも世界トップです、そうなんですよ、あのフォクソングループでしたっけあの、ホンハイというすごい企業がありますからね。うん <laughs> でえー、民主主義だけじゃない、ハイテク産業の未来を占う上でも、えー、欧米列強は中国の台湾侵攻を絶対阻止するだろうといや、これはもう何としても阻止しなければならないよね、日本もいろいろ準備した方がいいですよと、声明は直前でもいいかもしれないけれども、物理的には日本は戦闘の最前線になると、えー、ミサイルの一発に飛んでくると、いや、これ本当そうなんですよあの、日本に上陸されて暴れられるっていうのはちょっと考えにくいんだけれども、ミサイルの一発には日本飛んでくるよ、だって沖縄がありますからね。 うん、じゃあ、沖縄の米軍を追い払えばいいのかと、関係で沖縄の米軍いなくなったら、日本もっと危機になるわ、うん、だからね、あの沖縄にです、ね、ミサイルが飛んでくるっていう可能性はです、ね、これ、ちゃんと考慮しとかないといけないよ。 いや、これリアルに飛んでくると思うよ。っていうか飛んでくる可能性なんかないと思ってる人、ちょっとちょっと頭がお花畑だぞ。うん、で、震災や災害のたびに日本への義援金を募ったり、声援をくれたりする親日国の台湾でしょと。日本の政治家も払う国で台湾が窮地になってるなら本気で共に戦う議論はしてるんかと。もう本当そうだよ。大事だよ、そういうの。うん、で、公約報酬をもらいながら星のために嘘を重ね、議会で居眠りをするぐらいならすぐにやめていいんだよ。いや、本当そうだよ。今ね、もう総務省との接待問題とかアホみたいなこと言ってるでしょ。もうね、そんなね、あの、ワイドショーの ネタを提供してる場合じゃねえんだよ。いや、ガチで。うん。もうそんな話、もうはっきり言うどうでもいい。どうでもいい。もう国際社会、今ね、もう日本以外の国際社会、えらいことになってますからね。 なんとか幸せ頼むから。はい。世界規模で中国共産党の応募に徹底抗戦を挑んでいる中、日本だけがウイグルの人権問題に同調しないのは、韓国と同じレッドチーム入れを希望しているんでしょうかと。今、中共は日本が厳しい対応しても反撃ができない抗議で。いや、これ僕も言ったけど、ほんとその通りなんだよ。尖閣を取るのは今でしょうと。もう、もうね、標識くらい立ててこい、本当に。頼むわ、お ああ。はい。えー、ついに、えー、世界の不正、不正者国家が、えー、アップを始めたなと。絶対、えー、実際に軍事衝突が起こると、肺炎なロシアの動向も気にしないといけない。そうなんだよね。ロシアはこういう時上手いからね。うん、えー、かなりの混乱が起きるだろうねと。そうならないために、日本もしっかり封じ込みの政策に参加をしてもらいたいものなんですけど、野党も与党も頼りなくて情けないいや、もう本当そうだよね。本当そうだぜ、ね。うん。えー、こんな感じでね、いい意見が今日はいっぱい並んでいました。うん。えー、というわけでですね、えー、今いい動きです。えっ、ー、とね、こう、経済的にこれから大事になってくるのは、 ま、あの、極地戦、極地戦。ね。あの、尖閣であるとか、台湾であるとか、インド国境であるとか、こういう極地戦、極地戦でですね、もう絶対的にそこを守りながら、全力で守りながら、中国の経済力をガンガン弱めていく。もう日本企業も撤退しようぜ。トヨタさん。パナソニックさん。 撤退しませんかもう,もう、俺、車買うよお車買うよあと、美容、美、美容器もあのパナソニックのテレビも買うよ買う、買う、買うからさあのー、撤退しませんかマジでうん。こんな感じで、なんかこう、あのね、あの、極地、極地点、極地戦、極地戦で、あの、えー、領土侵入をですね、許さないで防御しながらですね、中国の経済力を叩き落としていく。徹底的に中国の経済力を叩き落としていく。で、その意味ではですね、まあ、バイデンが言ったと言われる、この、一帯一路に対抗する民主主義国家による連携構想、これめっちゃ大事。 これめっちゃ大事あの中国のお金に頼らないとやっていけない,いや、頼らないとやっていけないっていう途上国多いから、ここに西側諸国からお金を入れてあげるんですよ、入れてあげるのよ、日本だってね、NPO 団体が助けに行くさ。うん ね、そしたらですね、中国のに偏っているですね、途上国がだんだんこっちに戻ってくるから。ね。もうそういう形でですね、中国を経済的に貧乏な国にしてしまうと。もうお金を全部奪ってしまうぜ。<laughs> えそしたらですね、軍隊もですね、だんだん弱まっていきますから、中国の力は弱まっていくと。で、えー、ない、でね、あの、中国のね、あの、雇用がね、なくなってしまえばですね、国内の。そしたらですね、あの、中国国民の皆さんが反乱を起こしてですね、中国共産党をやっつけてくれる。そんなスタリオすらありますからね、この一対一路に対抗するですね、えー、民主国家による連携構想、これね、 バ,バイデンが言ったようですけれども、これは良い構想です。これはいい構想です。これね、あの、多分ね、具体的なのがね、これから多分上がってくると思うんで、えー、これからですね、もし上がってきたらね、熊さんすぐに動画にしたいなと思ってますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで熊さんの動画を終わりたいと思いますえー、経済的に中国を貧乏にしようじゃあねバイバイ